彼がでかい時は大きい場合は どこがいいですか、ちなみに。たまに聞く話ですと、室に入る入り口のところが一番彼が大きいと分かる。要するに引っかかりがあるから、ぐきぎって入ってくる感じが、はいはい、彼が大きいと分かるっていうのは感じます、はい、そういうの。感じますね。分かるってことですよね。分かりますね。女性って目視せずに挿入することもあると思うんですけど、はいはいはい、目視せずに挿入した瞬間に頭に形が浮かんできます、相当仮中も経験した中で別にそこまで大事じゃないなと思いました。大事です女性の膣内って鈍感だって言われる部分もあるじゃないですか。痛みは感じにくいとか、うんうん、そういうフォルムとか引っかかりっていうのに関してはめちゃくちゃ敏感だと思います。お父さんすごいな、うん、いや重いな、その言葉。竿の部分に関してなんですけど、亀頭の仮中よりも竿が太い方がいいっていうことですね。両方太ければいいけど、それも難しいんですけど、こう一番大事な部分というか、うん、大多数になるじゃないですか。なのでこれは2位かなっていうところです。そうなんですよ、うん、だから実際うちで認定増大、竿を太くした方が言った感想がで多いのは、女性にすごい喜ばれる、うん、その亀頭だけ大きくしても結局亀頭の長さって結局長さで言うと1センチもないじゃないですか、うん、でもそれに比べて竿はもう10センチ以上あるわけで、うん、で竿が全体的に太くなることでそれが常にこうシャフトで動くわけですから、うん、ずっと太いまま維持されるので、女性の方は陰茎増大の方が喜ばれるっていうのは聞いたことありますね、うんはい、なるほど。竿を全体的にも太くしても、じゃあ1位を勝たせ、やっぱり、うん、そうですよ、大正解ですね先生。やっぱり前の企画でその硬さが分かる分からない、すごい目が輝いてる、硬さ分かりますよみたいな感じだったから、はっきりしか分からない、はっきりしか分からないそんなに硬さ大事なんだと思ったから、あもう溢れ出ちゃった。そうそう、溢れ出ましたか。これはどうですか、圧倒的ですか。圧倒的ですね、始まらないです、うん、あ言うと思ったら硬さがない、始まらないし終われないみたいな感じだよね。そうですね、そこからですね。一応この順位で見ると硬さがやっぱり一番大事っていうのは女性の方は多いですね。みんな言いますね、皆さん言いますね。だけど結局伊藤さん全部大事。伊藤さん的走路は何分以内でしょうか。数十秒が走路だと思っていたんですけど、数十秒、それ相当速い走路だね。ちなみにそれはもう許せるラインとしては大体何分以上あれば許せる、まあ、コミュニケーションなので、はい、10分は欲しいなとは思います。あ、10分は欲しいなそれ全部の行為じゃないですよ、その純粋に挿入してる時間5分以上は、ああ最低5分以上必要かなとは思います、はい、あそコミュニケーションとして必要と最低コミュニケーションっていう表現なんですねちなみに伊藤さん過去の経験でものすごい早かったとかって言いました、数十秒あの方もいらっしゃいましたね、ちょっと心配になっちゃいました。それってやっぱりなんだこいつって、最初分かるけどこう繰り返してるうちになんだこいつと思うのか、もうやらなくなるのか、どんな感じですか、分かれちゃう。いや治療しようかなって積極的に思ってる気持ちがあるなら、はい、なんかいいなって思います。何もせずに、はい、これ早漏だからってなっていると私もなんかこいつになっちゃうかもしれないです。実際にその彼とは結構長く続いたんですかそこあんま突っ込むなって感じそうですね、本当に早かったですね終わりではそれ気付き合って期間がそうですよね、まだ結婚包茎特有の匂いって、はい、ありますよね。ちなみに伊藤さん、その包茎によるそのちょっと匂いとか今までそういうのって、はい、過去の男性経験の中で感じたことであります？特有の匂いあったんでしょうねかなみたいなのは感じてたのかもしれません、うん、前日に洗ってたとしても、うん、次の日ぐらいになると、うん、やっぱりちょっと乳発するような方とかも結構やっぱ多いですよね、はいはい、うん、だから結局入院してるとそれが毎日洗えないので、うん、洗ってくれないし洗える環境じゃないので、うん、もう絶対匂うんですよね、それは、うん、はい、まあ、その点を考慮すると、まあ、やはりその匂い予防ということでは、まあ、包茎手術に関してはやっといた方がいいかなっていうところですね、うんうん、次に多いのが、ペニス。
もし仮にペニスのブツブツがあった場合、例えばフォアダイスとか身長小筋症大丈夫だと思うんですけど、はい、明らかにこうイボみたいな、これは何だろうなっていう場合っていうのは、そのまま性行為はできますか？できないです、できないです。うん、絶対にやめますか？やっちゃダメですよね。いや、ゴムつければいいよ、やらせろよみたいな。ゴムつけるから関係ないでしょ、うん、みたいな。これ結構難題だと思うんですけど、やっぱりその時の雰囲気とか流れとかがあって、でもこれ大丈夫なのかなみたいなところが。うん、その子一緒にもう病院に引っ張っていきますね。ぜひ、お願いします。そういった場合は、しっかりと止められるということですね。逆に男性側も同じことが言えますが。間違ったマスターベーション方法っていうのがあるんですけれども、一つ目がですね、いわゆる床オナというものがあります。ちなみに伊藤さん、床オナって聞いたことあります？聞いたことあるんです。はい。どういうものか分かりますか？そうですね。分かるというより、うん、友人がそれで悩んでいて。ごめんなさい、違うんです。女性友人の彼がそういうオナニーをしてきたから、射精が困難になってるっていうのを聞いたことがあります。典型的なその弊害が起こっているケースですね。まあだから、女性版っていうと、例えば女性がバイブをオナニーとかやりすぎてると、実際男性のペニスそんな硬くもないし、長くもないから、それと同じかもしれないです。ちなみにその伊藤さんの友達うちの彼氏っていうのはそれはどうなったんですか？結局それで結局まあその女性は自分で射精をしてもらえないっていうことにすごく悩んでしまって、うんうん、次会った時にはもう別れしてましたね。ああ、だよくないですね。だからやっぱ少子化問題かなり悩みでした。少子化問題につながりますよね。やばいです。いや本当そうですよね。やっぱ床穴撲滅委員会的なのを立ち上げて全国に広めた方がいいですね。本当にそうですね。やっぱ今でもやっぱり結構多いですからね。これだけにバレないかはどうでしょうか？異物感、本人としては感覚的なものはで違和感を感じるとか、勃起した時に気持ちよくないとか、そういう話は聞かないですね。一切バレるバレないかっていうのはやっぱり女性側によりますので、大体の方はバレないですけども、うん、経験な豊富な風俗嬢とかそういう方には、まあ、分かる人には分かると思いますね。男性もですね、公共した女性が分かる人には分かると、うん、確かにそうですね。分からない人には分からない。それの違いですね。伊藤さんだったらどうでしょうかね。分かりますかね。ある日彼のペニスがちょっと太くなったりとか、そういう変化っていうのは明るいところで見させていただければ。まあ明るいところで見ることはあんまないですもんね。あんまりないですからね。そこまでバレるかはあんまり気にしなくてもいいかもしれないですね。全然いいと思います。はい、やっぱりケス派ですね。わかりました。その時にクリニックにご覧いただければ僕が全部担当します。お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いします。